はいどうも、インナーライスです。前回に引き続き、ゼノブレやっていきたいと思うんですけども、まあ前回言った通り、今回は、絆トークを消化していく回になりますね。まあ、今回の録画でやりたいことは3つあって、まずは1つは、今言った通り、フレンドトークじゃなくて、絆トークを全部消化すること。で、2つ目が、2つ目がこれですね。パワードアップポッピー。そう、これ、花ちゃんの第3形態。ポッピー、キューティー、パイだったかな？ちょっと日本語の覚えてないんだけど、JD だったかな？女子大生っつって。うん。で、これをちょっと裏で、うっかり受注してしまったので、ムービーはもう見ちゃったんですけど、まあ一応こういうのもあるので、これも撮っていきたいなと。で、最後に、こちら、絆レベルの、まあ、全解放ですね。正直、全員とかはもう無理だし、S 狙うってのもまあ、できなくはないんだけど、S はちょっとしんどいかな。だから、最低限、今回というか、ああ、最低限やりたいのが、まあこのメイン4人についてるブレイド全員分 A までに持っていくことかな。これが一番時間かかりそうなんだよね。サイカとかさ、未だに C で。で、まあもうちょいで B に上がりそうだけど、そっから A に上がるのにさらにこんだけかかるって話だからさ。まあ相当しんどいと思われるんだけど、まあ一応やっときたいと。で、前回ちょっとあれだったのが、チュートリアルくんが、これホムラとニアが、アフィニティマックスの状態で、スペシャルを使うと、なんかコンビ技みたいなの、が出るって教えてくれたんだけど、あれだったね。こっちじゃなくて、普通に戦闘中のアフィニティでしたね。そう、俺も裏でさ、一人でポケーってやってる時にさ、たまたま二人とも、アフィニティマックスになって、技使ったら、なんかいきなりコンボ技やり出してさ、ジュース吹いたよね。そう、だから別に、わざわざ A まで上げる必要自体はないんだけど、まあちょっとせっかくだから、頑張れるとこまで行きたいなって。ホムラはもう結構近いんだよね。あと400ぐらい ?400 もないぐらいか。で、白虎なんだけど、白虎はもう、あれだよね、ストーリー以外だともうほんと影薄いんだけど、まあ、絆ぐらいは、A にしてやろうかなと。まあ、結構惜しいんだよね。こっちもあと2000ぐらいか。うん。だからそういう感じで、絆トーク、絆上げ、そしてポッピーちゃん第3形態。それを今回やっていきたいと思います。まあどうだろう。絆トーク今ちょっとどんくらいあるのか、しっかりと把握はしてないんだけど、まあ多分全部やったとしたら2、3パートぐらいになるのかな。まあというわけで、ちょっとつべこを言わずにやっていきたいと思います。まあというわけで、つべこを言わずやっていきたいと思います。で、ちょっと珍しくジークを使ってんだけど、まあ最終バトルはさ、もう、レックスとホマラヒカリになるってのは確定してるから、まあ、絆トーク会ぐらいの時くらいはね、ジークとか、メレフとか、あと本当に影が薄いトラちゃんとか使ってあげたいと思います。で、まずここなんだけど、絆トークさ、中途半端に、他のレアブレードとかのさ、ストーリーも混じってるから、それはカットします。では早速、あ、もういきなりあれでしたな。レアブレードの話でしたな。まあこういう感じでレアブレードと我々のパーティーメンバー、ホムラとかカグズチとか、まあそういったメインのブレードたちとの絡みが見れるんだけど、まあそれ今までの見せてこなかったし、まあ見ない人はゲームを購入してやっていただけたらなと。じゃあ
ゴルモットだな。ゴルモットは確か2、3個あったはず。ほら、ここにすでに1個あるし。じゃあ、行きましょう。で、ここが確か結構行きづらかったんだよな。登んないといけないんだよ。まず、ここを登って、で、建物の上に飛び降りて、そっからしばらく行って、また、上がって、みたいな。そこの先にあった覚えがある。なんかジークこうして操作するのって地味に初めてなんだけどさ、なんかもうふーんってやられるともう、お前ただの会話だからそれやめとけ。お前はもう会話もどきじゃなくてちゃんとジークっていうキャラクターだから俺の中では。あとやっぱあれだね、レックスと比べるとガタイいいね。やっぱりでかいし、腕とかも結構太いし、肩幅とかもなんかそういう違いいいよね。あったあった。これは誰かな？あ、ジークとレックスだ。すごいな。ここから街を一望できるんだね。で、なかなか見晴らしのええ場所やろ。うん。ジークが連れてきたんだね。ここがトリゴの街で一ちゃん眺めのええ場所なんやで。まあ確かにいいけど。ジークってここの生まれじゃないだろう。そうだよね。ルクス、ルクスリア出身だけど、なんだかんだ10年ぐらいいろんなとこ旅してたって話しちゃったもんね。なんでそんなにこの町に詳しいんだ？いや、実はな、前にトリゴの町に来た時に宿屋の親父に教えてもらったんや。ほう。そうか、ジークはあちこち旅をしていたんだもんな。グーラみたいに他の国のことも詳しいのか？ああ、いろんなところでいろんなもん見てきたで。ほう。なあ、もうここからの景色はお前さんにはどんな風に見える？どんな風に？まあスペリビアの戦艦があるからな。大きな活気のある町。正直フォンセットのが好きかな。いや、ジークこれどっち求めてんだろう。結構話してたと思うけど、普通に正解があるんだよな、これ。なんだろう、どっちに持ってきたいんだろう。やっぱ故郷がいいよね、なのか。いや、でも、おっきくて活気のある街って言われてもな、なんかちょっと没個性じゃね？って思うんだけどな。ちょっとたまにはガを通してみるかな。いや、でもわざわざこんなてっぺんまで連れてきて行ってんだからこっちでしょ。大きくて綺麗で活気のある街だよね。そうか、せやな。どうだ、どっちだこれ。けどな、それは上辺だけ。ほう。ただの見せかけないんや。見せかけ？そうやで。知っての通り、グーラはスペルビアの植民地や。華やかに見えるんはスペルビアの基地がある町だけや。まあそれはそうだけど、グーラにある他の町や村は木を伐採したり農業をしたり、ほんでその大半をスペルビアに輸出しとるんや。うん。楽な生活やない。苦しんどる人たちが行さんおるんやで。そう、まあまあまあ、そうっちゃそうだけど、どっちかっつうとインビディアとかの方が苦労してる印象だったけどね。ルクスリアのもそうだったし、なんだかんだ苦労してない国はないんじゃないか。それにグーラだけやない。ああ、わいはなあちこち放浪しながら様々な国の汚いもんをいくつも見てきたんや。ほうほうほう。その人たちを助けようとはしなかったのか？何遍も何遍もやったで。ワイの力で絶対何とかできると思っとった。ほう。けどな、ワイの肩書きも剣の技もクソの役にも立たんかったんや。ほう。まあそうだよな、冒険家としてはジークのが先輩だもんね。もうマスタードライバーとブレイドだから、あくまでポテンシャルの差で言ったらレックスのが強いけど、
その他もろもろはジークの方がねいいよね。己の力で世界を救おうなんて思いやがった心はへし折られてしもたわ。そんなことないよ。ん？お？そりゃ世界中の人たちを助けることなんて今すぐできるわけじゃないけど、でも俺やホムラのようにジークが助けた命は確かに存在するんだ。うん、そうだ、それはそうだ。だからさ、諦めちゃダメなんだよ。それに今は頼れる仲間がいるだろう。せやな、ほんまボンの言う通りやな。これは会話として非常にいい流れなのでは。今のワイには頼りになる仲間がおる。あの頃でけへんかったことも今ならできるかもしれん。そうだね。そうだろう。だから諦めずに突き進もうよ。ああ、ワイは気合が足りんかった。雷豪のジークの名をアルスト中に轟かせたるで。今後ろでサイカとホムラがびっくりしたな。かわいい。ふう、これで気合十分や。さあ、レックスも決意を叫ぶんや。ホムラと光を楽園に連れて行くぞ。ああ、もう連れてってんだけどね。そう、ここ普通に考えてみたらさ、今現在進行形で世界滅に滅ぼされてんだけど、だから絶対こんなことしてる場合じゃないんだよね。まあいいけど。よっしゃー、アホちゃうか。なんか彼氏の言動が恥ずかしい彼女二人みたいな。恥ずかしいです。ああ、いい話だったな。人生コンプリート、いいですね。よし。ってなると次は、まあ、パッと見トリゴの街はもうないけど、トランチなかったっけ。トランチもないか。一応この辺とかもしっかり見つつ、結局ここ全然来てねえな。なんかだいぶ初期の段階でミティシオ引き潮とかをコントロールすると普通は行けないようなとことかも行けますよみたいな話だったんだけど、もう中盤以降全然使わなくなっちゃったんだよね。なんかあんのかな、要素とか。あんまそんなないかな、この辺は。確か最後にあったのがルクスリアの一本だけだから、ルクスリア以降の場所が結構多いのかな。アルスの戦艦ねえ、ワンチャンありそうだけど。ある、あんじゃん。ちょっと行きづらい場所だけど、ここは、あ、見といてよかったわ。あるね普通に。あー、鍵屋勝ってるね。ん？鍵屋勝ってんの？どう入んだ？じゃあ。あ。鍵があれば作動すると。確かにここずっと気にはなってたんだよな。そっか。これが降りたら、絆陶器やりに行けんだな。下とこに落ちてないっすかね。てか、あれなんだな。ここめちゃくちゃ久しぶりに来たけど、ちゃんとスペリビアのあのマンイーター技術を使ってアルスを操る兵器、なんだっけ名前よく覚えて、アルス戦艦か、こんな滞在してたんだね、知らんかったわ。あ、あんじゃん、あったぜ。あー、もうなんかもう諦めて次行こうかなって思ったんだけど、これは良かった。はあ、30パート越しぐらいにできたね。あ、これどうなんだろう、結構初期の段階でもできたのかな、気づかなかっただけで。オートバルコニー、なんかめっちゃ人いいんだけど。宝箱もあんな。え、なんだ、あー、キャラクター別のやつか。この子に関しては俺そんなに使ってもないから、この子はいっか。
開け。まあ宝箱は取りますけど、じゃあ次行っちゃおうかな。フォンサマイマンいくつかあったぜ。これ覚えてる。うん、裏でやってる時に居合台止まったら、なんか急にサイカがホムラだったかな、に話があるっつって、あそこに呼び出されたんだよね。まあその時は無視したけど。ここですね。話ってなんだろう。ここならじっくりと相談できそうや。あ、メレか。相談？して相談とはなんだ。あのなメレフ。ほう。あ？うちのことどない思う？恋愛的な話じゃないよな。いや、そのな、うちのこと女らしいと思うか。おお、うん。うん。それをメルフに聞くか。そのままでいいと思うぞ。くどいているのか。こっち選びて。いや、求めてる答えはこっちなんだろうけど、言い寄ってるのか。これちょっと面白すぎるでしょ。これちょっとやるわ。その告白少し待ってもらえないか。サイカ、君は気づいていないのだろうが、実は私は女なのだ。気づいてる気づいてる。だから君の気持ちを受け入れるわけには。メレフにしては面白いボケやね。あれ？は？は？あんたが女なんはほとんどみんなが知っとるで。ほとんどみんな知らない人がいるのか。そうやなくて、うちは女らしさについて聞きたかっただけよ。まあ、これ別にどっちでもよかったのかな。うん、女らしさをこの私に。うん、まあ、ちょっと俺が言うのは失礼だったけど、同じこと思ったよね。メレフは男装の霊人やけど、もちろん女性らしさにも気使っとるやん。髪とか傷つきやすい指先も綺麗なもんや。そういえばあれだったな、第三の剣取りに地下迷路行った時に、いや、その後だったかな、ジークがなんか胸にコア埋め込んでるみたいな話して、隠す血もどうですかみたいなことを言った時に、いや、それはちょっとみたいな。で、隠す血がなんか、ああまあメルさんは肌気使ってますもんねみたいな、やわ肌ですもんねみたいなこと言ってたよね。細かいところまで見てるな。ほうほうほう。ああ、女性やっぱこういうね、男装する人でも気を使うんだな。まあね、女の子ブレイドとして当然のことや。なんか女の子ブレイドって仲いいな。なるほど、サイカには振り向いてもらいたい男性がいるというわけだ。それ誰なんだ。その声は津田健か。津田健の声の人が気になるか。カグツチやメレフのような大人の女性がどんな手入れをしてるのか参考にしたかっただけや。本当か。ほんまやほんま。なんでそんな懐疑的なんだ。ああ、まあまあそうか。うん、私とカグツチはアバリティアからもちもち化粧水とスースージェルを取り寄せて使っているの。あ、そうなんだ。あ、二人とも同じ化粧水使ってんだ。あ、なんかいいな。なんか戦闘以外でのなんか絆を感じるな。アルスユハンドクリームなどもなかなかのものだぞ。へえ。なるほどなるほど。今度ジークに買ってもらうよう言っておこう。そういうのはやめてや。こういうのは裏でこっそり努力するのがええんや。あー、確かにね。いや、別に男目線からすりゃな、そんな違いはないんだけどね。裏でこっそりやるのも堂々とやるのも。絶対に言うんやないで。あー、パンドリアの悩み、サイカの悩みコンプリート。あー、今のもよかったな。今の話の後にすぐにメルフとジークが立っての面白いな。あ、ここにあった。そう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 。ここも裏でやってる時に見つけたんだけど、そう、ここ、まあ、ストーリーでもなんかちょこっと出てた気がするんだけど、ここ、ユーディキュームの、
後なんだよね。もう建物も全然なくて、もうただのスペレビアの平家開発の土地みたいになってて、そうこいつらがなんかこうやって今でも待機してんだけど、そうここの上を行くとね一個あるんですよ。着いた。でこいつの上にあるんだよな。メレフ、スペルビア帝国軍はまたアエーシュマを掘り返してるもん。アエーシュマ、トラちゃんとメレフか。なんかちょっと珍しいコンビネーションだね。いや、発掘作業は例の一件以来中断している。お、でも帝国の皆さんはまだ大勢いますもん。スペルビアに帰らないんですもん。放置すればまたイーラの連中に利用されるかもしれないそっかそっか。うわ、なんか今ちょっとぐさってきたな。ここは解放された段階ではまだイーラいたんだな、ちゃんと。いや悲しい、もうみんな死んじゃったんだぜ。まあメッツだけ今現在進行形で世界を破壊してるけど、はあ。掘り起こしたものを埋めたとしてもまた同じ問題が起きるだろう。だからここを管理することにしたんだ。今度は誰にも渡さないように兵の数を増やし、アルス戦艦も係留させているの。うん、そう前あれだったよね、シンが乗り込んできて兵隊ザックザック切りまくって乗っ取った感じだったもんね。シン相手に兵隊増やしたところで意味はない気がするけど、まあ結果としてここに来ることはなかったもんね。ユーディキウムの兵器なんか今まで見たことないから興味あるもん。すまないな、トラ。あら、インビディア列王国と結んだ約束でな。ああ、それはできないのだ。そっかそっか、いろいろやったんだな、了承されてないだけで。このアエーシュマを調査や研究、それに利用することは禁じられているのよ。もうそんな約束いつしたもん。この前の首脳会談よ。うん、戦争を起こしかけた代償は高くついたってことですもん。まあいいことだよな。そういうことだな。あ、トラが聞いたのが、インビディアにもお金をたくさん払ったもん。でインビディアにテイスティーソーセージをあげたもん。あーん、なんだろう、なんて答えればいいんだろうね。ほら、もうそこまでバカではないからな。普通にお金の方でいくか。賠償金も支払ったもん。実際は賠償金ではなかったが、確かに支払う可能性はあったな。ほう。試算するとおよそ400億ゴールドでした。400億ゴールド。モンスター何匹倒したら稼げんだろう。意外と花って高額なのね。ああ、そっかそっか。今40億って言った？で、100体ぐらい作るってことは4000万ゴールドぐらいするってことか。はっけえな、確かに。え、変ですもん。ああ、まあ、自慢ポイントなんだね。お金じゃないってことは、メレフたちは何を払ったもん？なんかあの時はさ、グーラーを明け渡すみたいな話してなかったっけ？インビディアが要求してきたのは、テンペランティアの調査権だ。はあ。それは何の役に立ちますも？なんか今パッて見渡してる限り石と毒水しかないけど。干渉地帯とはいえ、我々がユーディキウムの精神を採掘してしまっただろ。確かにそうだな。テンペランティアにはまだ他のアルス兵器が埋まっていると考えられているから。まあ可能ではあるな。インビディアは同じものを手に入れておきたいのだ。はあ、それが抑止力となりますからね。確かに。ああ、それが国を守るということだ。それをスペルビアが了承したんだね。はあ、やれやれも。うん。トラ
今は小難しい話をよそに自由気ままにアルス兵器をいじってみたいだけも。そうだよね、トラちゃんたちは。トラちゃんもお父さんもおじいちゃんもマジでただただメカに興味があってそれを作ってただけだけど、まだ周りの人がな、あの人工ブレードの件もそうだし、悪用する人はいるんだよね。そうだな、我々もインビディアもトラのように単純に考えられればいいんだがな。そうですね、羨ましい限りです。ご主人、単細胞だって言われていますね。言われてるな。誰もそんなこと言ってないもん。こうなればユーリキウムの技術を使って花の主人に対する態度を改良するもん。ああ、第三形態はどういう性格なんだろうね。 JK になった時はちょっと大人びて、まあ今もそうだけど、言葉遣いとかもちょっと丁寧になって全体的な性能をアップしてたけど、それ消えんのはそれそれで嫌なんだけどな。絶対にそれはやめてくれ。ああ、そうなんだ。あそこはちょっとメレフなりにこだわりがあるんだね。Reconciliation なんて言えばいいんだろう。和平とでも言っとこうかな。コンプリート。うん、これもちょっと面白かったね。あんまり見ない組み合わせだったし。いや、ちょっとなおさら、見たくなったよね。第三形態。花ちゃんの。よし、じゃあ、テンペランティアこんなとこで、次が、アーケディアって言いたかったんだけど、アーケディア滅んじゃったからな。あったのかな？もう見れなくなっちゃったってこと？アーケディアの人々の、ある程度はいろんなところに避難してて、なんか何人か顔見知りとかチリチリになって裏で話したりしたんだけど、場所自体はもうないからね。ってなると次はルクスリアだけど、ルクスリアはね確か結構あんだよね。そう、こっからだよな、ちゃんと立ってないのは。